に構わないけど。わかったわ。それじゃ。こんにちは。今日はなんだかいつもと別人みたい。その服のせいかしら。その反対。ええ。そうね。ねえ、さっき見たところでブランドのバッグが売っていたわね。あれってどうかしら。ううん、いいの、欲しいわけじゃないから。あ、ねえ、フヌーノ君、まだ時間ある？よかったらもう少し一緒に。ええ。こういうところに一緒に来るのは初めてね。向かい合っているのってなんだか恥ずかしいわね。あまり見つめないでね。10月12日よ。こともあるわね。私もその話をしようと思ってたところなの。そろそろ帰りましょうか。今日はありがとう。それじゃあ、さよなら。
あのね、今度の日曜日空いてるかな？もしよかったら一緒にショッピング街に行ってみない？本当？嬉しいな。もちろん、約束だからね。へえ、なんだか今日はすっごく素敵に見えるよ。ねえ、今日はどこに行こっか。うん、いいわね。アクセサリーってあまり買ったことないんだけど、ねえ、どれが私に似合うと思うかな？やだ、照れちゃうじゃない。そうだ、ちょっと時間もあるし、どこかで軽く食べていきましょう。私の顔、何かついてる？そんなに見ないでよ。体育祭か、楽しみだね。ところで、どの種目に出る予定なの？厳しいことも言うけど、根は優しいんだよ。だから私、好きなんだ。私と仲いいのは、相沢千歳さんと渡来和美さんだよ。二人とも大親友なんだ。あ、そろそろ帰らなくちゃいけない時間だ。
本当はもうちょっと一緒にいたいんだけどね。今日はすっごく楽しかったよ。うん、忘れないでね。その一緒に帰らない？よかった。できればあまり遠出はしたくないのですが、その代わりにデパートはいかがですか？ありがとうございます。はい、それでは。さん、約束の時間ぴったりですね。とてもいいことだと思います。なんだか今日の格好とっても新鮮に見えます。さあ、どこへ行きましょうか？いいですよ。では参りましょう。そういえば、ここのケーキ屋さんのガトーショコラがとても美味しいと評判なんだそうですよ。実を言えば、私も和菓子の自然な甘さの方が好きなんです。この後、何かご予定はありますか？よろしければ、もう少しご一緒しませんか？はい。はい。なんだか、こうして向かい合って座っているのって、ちょっと恥ずかしいですね。私が意識しすぎているのでしょうか。体育祭、楽しみですね。あなたは何の競技に出るのですか？